令和元年台風1号正式にはですね令和元年暴走半島台風と申します。一番被害をもたらしましたのは、ですね風でした。最大瞬間風速が57.5メーターというですね猛烈な風が吹きまして、ご覧のようにですね屋根柄が吹き飛んだりだとか、電柱が倒れまして、停電になったり、それからですねこの右下にありますように、 多数の、えー、家が、えー、損傷を受けましてブルーシーではかかっていたというような状況です、えー、最長17日間の停電、えー、14日間の断水、えー、そして、まあ、生鮮食料品の供給が途、えー、絶をいたしましたネット接続は7日間できませんでしたでこれがです、ね、先ほど見ていただいた2階のです、ねえー、状況ですね風が吹き込んだものですから このような形で、つ、え、け、ー、であるとか書類、えー、こういうものが散乱したというような形です、はいで。自分のできることに立ち上がるということで,です、ねえー、1週間、えー、弱で大体、ま、いい診療所の片付けができたということなんですけれども、ただ停電が続いていたというようなこともございまして、自分のところの診療はまだ、えー、できない状況でございました。でその時にです、ね、やはり 地域の状態でどうなっているのかであるとか患者さんはどうしているのかなということがやはり気になってきまして情報収集を始めたということですところがですねやはり届いていた支援物資の中で航空のきちんとしたですねケアができるような物品というのは非常に少なかったですまずは手持ちのものをですね状況を見ながら配布をしていたというようなことになります下の2枚がですね食料になりますけど 左が甲板ですね、右側うううなカップ麺であるとか、まあ、結局、皆様ご承知のように、ですね、どうしても保存性のいい炭水化物に偏るというような状況ですね、ここで例えばタンパク質であるとか、ビタミン、ミネラルですね、そういうものを適切に補充するというのは非常に難しい状況ということになります。 はい、でデイ気ア施設の入居者の方はです、ね、やはりタンパク質が不足するということで、右のであの真ん中と右のこの下流は、ですね実はこれ、アミノ酸のサプリメントになります。で、こちらがです、ね、ちょっと味が少し苦みがあったりしまして、なかなかその馴染みのない方には、ですねすぐに頻繁に摂取するというのが、ですねやはり難しいという事実はございます。もう実は非常に健康意識のの高いい方ででらしたので 被災前にですね、当院がお勧めした、まあ、いくつかのです、ね、サプリメントをですね、接種されていた経験がございました。持って帰っていただきました。で、これをですね、ですからそういうわけでスムーズに接種ができましたので、10日程度でですね、非常にあの素早く、口腔内状態が良くなったというような経験をいたしました。はい、その一方でですね、こちらは訪問のケースです。 まあ同じ93歳の男性なんですが、ほぼ寝たきりですね。幸いなことに、えー、営業障害はございません。栄養状態の低下が懸念されましたので、もちろん、航空ケアには、えー、通常週1回だったものを、まあ、2回に増やして対応いたしましたし、それからこのビタミンと、えー、アミノ酸のサプリメントですね。こちらもあ、その摂取の意義というのをですね、説明をいたしまして、お渡しをしたんですが、 えー、残念ながらですねほとんど、えー、取っていただけなかったというような状況でございました、えー、地元のです、ね、保健師さん、看護師さん、栄養士さんなどが、えー、居宅を巡回してですね情報収容し支援を、えー、されていました、えー、そこにですね例えばサブレウムとを託してなどということもやってはいたんですけども、慢性しかなかそれから、えー、介護度の上昇ですね そういうものが数ヶ月にわたって危惧されていたという状況ですね。やはりそこでフレイルに落ちる危険であるとか、誤え性肺に落ちる危険というようなものがですね、リスクが非常に高まっていたと、まあ、栄養面でもですね、義、ま、肢、あの機能をしっかり保つということ、それからサプリメントなどをなるべく使っていただく。 え、意義ですね。それから食事面でも、やはりタンパク質をしっかり取っていただくための栄養指導であるとか、そういうものも並行して当然行ってまいりました。